8世紀の終わりに即位した桓武天皇は影武士と呼ばれる職を置いて国司の交代の制を厳しくしました。しかし徴用の粗悪や迷信は次第に増え、国家の財政にも影響を及ぼすようになりました。政府は823年、太宰府管内に区営田と呼ばれる直営方式の田を設けるなどして財政の確保に努めました。財政の維持が困難なことを知った政府は10世紀に入るとそれまでの方式を転換し、有力な農民に田地の耕作を請け負わせ、苗田と呼ばれる土地を基礎として貫物や造益を農民から納めさせました。この耕作・租税納入を請け負った農民のことを田都と言います。一方、国司に対しては一定額の税の納入を請け負わせる代わりに国内の統治を委任するようになりました。このような国司を受領と言います。受領の中には終わりの国軍事百姓らの下踏みにより罷免された藤原元長のように貪欲で私腹を肥やす者もいました。また町人といって私財を持って朝廷の儀式や寺社の造営を助け国司に再任される者も現れました。このような事態を反映して地方では国司の政長である国衙の役割が強まり、律令制の下で地方行政の実務に携わってきた豪族としての軍事の力は失われていきました。11世紀には有力な農民が盛んに開発を進め、領主として一定の地域を支配するまでになりました。彼らは国司の代官である木代の下で在庁官人と呼ばれて現地の行政にあたり、またその所領を中央の権力者に荘園として寄進し、国司の圧力を逃れようとしました。